T 先輩です。ノクターン。T 子だよ、ノクターン。今回もシャードだけで進んでいきましょう。前回のてんてんちゃん風から一転。狐のお面で怪しくなりました。シャードはこの二つ。うめ、ではなく元を配置するやつと、ベルモンド、ではなくレグナントからゲットした、クロス君のやつです。例えが多すぎてちょっとわかりにくいね。できればモコだけで倒す、ネタプレイをしたいところですが、お、できた。しかし実際は難しいと思うので、一本は使いやすいものにしました。そこ、行け！大きく勢力もまあまあだね。これなら最悪進めますからね。行け！なんと、当たるものだな。うまく当たると気持ちいいね。仕掛けた罠にかかるのを待つ気持ちです。幸い毒にはならなかったけど、やっぱり空飛ぶアイテムは厳しいな。そりゃそうだよ。この斧だけ使っていけば楽勝なので、できればモコも多用していきたいところ。そうね。こちらが行き止まりになりそうなので、先に向かいましょうか。行け！行け！やったー。やってやった感があるね。達成感があるでしょ。そこ！あ、乗っちゃった。一人。そのまま妖精を倒せたら最高でしたね。そこ。そこ。配置次第では悪くないぞ。こちらはこれで終わりですね。そしてこれでドアが開きました。よし、じゃあワープ部屋の開放だけしておいて、先ほどの場所まで戻りましょうか。今回のメインエリアは大聖堂です。そうだったのね。あ、そうか、ここからはいけないんだ。どうやったって無理だよな。こちらからじゃないのね。じゃあこちらから行きましょう。スタイルはまだ変えないでおきます。すぐそこがトットの場所ね。我が呼びかけに応じよ。あれ、誰まで攻撃しない、反応してくれないね。なんと、実体がないからとか、それとも猫ちゃんだから。どうだろうね。まあ猫ちゃんだからという理由では
ないと思うけどね。そうですか。どうしても下から当てたくなります。この辺は若干めんどくさいんだよな。まあ別に必要ないし、取らなくてもいいか。先に進むことを優先しましょう。我が呼びかけに応じよ。めっちゃ敵が増えてるな。これは動かないのか。気持ちいいけど、テンポはめっちゃ悪くなりますね。あ、ここか。結局なんだったんだこれは。ただの行き止まりじゃない？来る必要はなかったか。はい、この辺にライトエレメンタルがいます。庭園に大事も召喚してきますが、マラソンはこちらの方がまだマシかな。以前話しましたが、ダイヤモンドのドロップ率が極端に低いので、図鑑を埋めたい場合はかなり苦労します。ここでひたすら戦ったのね。右にいる馬からのドロップとか、ランスアーマーのシャードも同時に狙いつつ、ひたすら戦ってました。まあ全カットでしたか。悲しいわねこちらにもライトがいます。え、なぜでない？壁に埋まってると出せないのか。なんだと？金が落ちてきた。そうか、ノーマルでも落ちてたみたいですが、見逃してたんですよね。ようやく見ることができました。あれ、ぶつかったりするのかな？内容を知りたい？さて、どんどん進みますよ。一瞬の子で倒していこうと思ったけど、やはり我慢できませんでした。今のは気持ちよかったね。いよいよボスです。お待ちかねのあの人ですよ。あー、あの人か。祝福も受けたことだし。
いざ覗きますか。スタートがもうフラチよね。用意はいいですか。なんのよ。血が足りないわ。ブラッドスティール。ちらっと見えたそのお顔最高です。そこ。よし、そこ。じゃあもうここで倒すのに。え、さすがに無理じゃない？まあできる限り頑張ってみます。そこ。マジか。行けた？あれの避け方がわからないな。一人。そこ。行け。もう少し早く来てくれれば。もどかしいよね。しかももう置けないし。立ち止まった時がチャンス。よし行こう。ものすごい当たってる。理想の展開です。一人。ブラが呼びかけた。お、応援回復まで。いや、結局めっちゃ回復された。さすがに斧を解禁しないと。長引いてしまうか。もう倒しただと。なんだよ。それなら最後までもこで頑張ればよかった。なんとかいけたかもしれないね。むう、残念ですが仕方ない。今回も楽しませてもらいました。これで図書館とも繋がったと。よし、じゃあ今回はこの辺までかな。図書館の右の方とか空いてるけど、無理に埋めません。残月から新しいヤブミが来てますわ。金付き堂にて、血を集める女のあやかしを見て候と。へえ。どうやら、女の吸血鬼のようですわね。なんだ、会ってみたいな。このタイミングだと会話が滑稽ね。こちらももう倒したと言うべきなのか迷いますよね。ミリアムは乗ってあげることにしたみたいですが、でもその能力を使っちゃうという。ドミニクもびっくりだろうね。さあ、では終わりにしましょうか。また次回をお楽しみに。ノクタン、また見てくれたら嬉しいな。ノクタン、何時のレビューがまた1ページ。